巨孔明の武、とくとご覧あれ。気負ったか、チョコザイナ討伐軍め、迎え撃て、妖魔の恐ろしさ見せるのだ。敵は多勢されて、所詮は右往の神、誰に勝つなら乗ってくれるか。答えに決まる、こなしてみせるわ、あなたの策には。ああ、まず拠点を奪い、敵の目を引く。その隙に敵本陣を突く。忍びの機動力だな。今度は私たちが義経の信頼に応える番。行くわ。本陣に踊り込む。わずべをすべし。奇襲成功まで敵を引きつけるぞ。この拠点が奪われれば核は水の泡だ。本陣が崩れ、敵は艦を乱している。今だ、アッコ撃破して撃ち崩せ。計略大当たり。うにゃー、ゾクゾクする。義経さん、やってくれますね。別に、義経なら当たり前だって信じて。混乱に与える。敵に妖魔の近藤さんじゃなくて同業の近藤さんが女性、これは一大事。慌てたふりなんてしちゃって、もう奥の手は用意してるんでしょ。奥の手到着。ブラッカロー、悪い子はお仕置きだよ。障害は排除できたわ。さ、進みましょう。あなたにかかるとみんなの我が子なのね。ネネ様にはかなわないな。不平にかかったな、撃滅。助け立ちしよう。やっ、
まった！殿に続け、妖魔をすべて平らげるのだ。無の頂が見える。よくやったな。我が大軍がこうもあっさりと。楽しませてもらったわ。でもあんたの負けね。ひたすらに武の道を進むのみ。これぞ修行の成果。